さてここからは再び中継です。今日和田ちゃんが行ってくれてますのが道の駅みきということで、営業時間は午前9時から午後6時で、和食レストランは営業時間が異なっていますのでご注意ください、はい、では市川さん、和田ちゃん呼んでみていただけますか、はいはい。先ほどの福島県の VTR で頑張って雪に飛び込んだのにカットされていた和田ちゃーん。はーい、コートにたっぷり雪がついてましたね。そうカットされたってね。そうだった。三木の駅、道の駅三木の和食レストランに来ています。はい、本来はですね、はい、ラストオーダーが16時半なのですが、うんうん、今日はキャッチプラスのために特別に開けていただいております。ありがとうございます。そして。三木名物の、金物の鍋を使ったお料理をご用意していただきました、うん、こちらです。はい、鍛冶屋鍋カレーです。道の駅三木の名物です。鍋なんですかこれ、ね、そしてこう鉄鍋ですね。鉄鍋や、え、鉄鍋、お皿が鉄鍋です、うん、おすげえ。だからもう熱々、熱々だし、うんうん、でトッピングがねこれ、うん、タコとナスビとパプリカが乗ってるんですけど、珍しくないですかこのタコとナスビの組み合わせっていう、ね、これ なんでなんですか。私ちょっともうさちょっとしゃべいい、なんでかは後で聞くよ、さっき食べる。なんでかは後でね聞いてくれる。じゃあさっき食べて、はい、いただきます、うん、はい、うん、うん、あっこわっ、熱々、熱々、保温性抜群ですからね。そうかそうか、鉄鍋やから、うん、すごいね、熱々、めっちゃ熱々、でもめっちゃ美味しい、やっぱほんでタコがねめっちゃ美味しいですこれ。タコとカレーってね、ね、珍しい、うん、めっちゃ美味しいカレー。このね、うん、トッピング気になるので早速ね、あの、はい、岡本店長にお話をお伺いしたいと思います、うん、このタコとナスビ の、はい、のトッピングの組み合わせって珍しいですけど、これは何でなんですか、うんうん、そうですね、こちらですね、鍛冶屋職人さんが、はい、体力増強のために、うんうん、タコを食していたと言われています。あとほてった体をですね冷やすためにナスを食べていたと言われています。いや、これめちゃくちゃ美味しいですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、パワーがつきます。で当店ではですね、こちらの鍛冶屋鍋をもとに、鍛冶屋カレーと天丼のアレンジをしています。天丼、はい、あの天丼もぜひいただきたいです。はい、わかりました、少々お待ちくださいませ。はい、めて、ま、めちゃくちゃ美味しいの、珍しいな、すごいな、はい、もう熱々ですよ、うん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 、だからねこのやっぱね、うん、鉄鍋が、うん、このカレーの熱さをずっと保ってくれる、おー、保温性が抜群やないかな、はい、食べてるよもう一回、うん、だからこのね多分ね、うん、鉄鍋でねキャンプでね、うん、カレー作ってもね、うん、うわずっとあったかいままだからね、いやソロキャンプにちょうどいいサイズです、はい、タコめっちゃ美味しい、うん、鉄鍋が何でもできますよね、めっちゃ美味しいカレー、うん、止まらない、はい、あ、ちょっと天丼が来た、あ、天丼来た。天丼が来ましたよ、はい、どんな、うわ天丼も鉄鍋に、はい、こちら入ってる、熱々ですよ、もう湯気がすごいですけど、こちら特徴は、うんうんうん、どんな特徴があるんですか。こちらはですね、タコとナスビの方を天ぷらにしております、うんうん、あとですね、こちらの天つゆの方を自分でかけていただいてお召し上がってください、うんうんうん、ます、はい、いきますよ、うん、うわー、すげえ、天丼、天丼に何音やん、天丼でこんなジューって言います、普通すごいな、うわお、え、これ天丼なん、聞こえました、見えてる、すごいよ、すごいです、ほんでね、うん、香ばしい香りが、うわ、これはすごい、天丼のおつゆもつくので、うん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 、熱々、うわー美味しそう、熱そう、ちょっといただきますね、ほんまや、熱々やろな、熱々やろな、熱々いただきます、いやそんな一気に熱いですよ、だいぶ熱いです、たく、はあ、熱そう。一口でいきましたね。はい。熱いです、すごく。うん、はい。こんな熱々がチャーシューということでですね。分からへん、何言ってるか。全然何言ってるか分からんかったよ。しっかりね、あの市川君大好きなね。うん、あの おこげもできるんですよ。わ、嬉しい。おおおお。おこげのある天丼なんかなかなか食べないですからね。うわ、お前。うわ。これはええやん。できるんですよ。うん。うん、
だからもうずっといろいろ楽しめます。食べる場所によって、うん、こちらの和食レストランでいただけるのでぜひ皆さん来てください。いやこれすごい。はい、以上こちら道の駅和食レストランからでした。うわすごい。